タイムマシン3号の山本浩二です。はい、関太一です。よろしくお願いします。はい、私たち太田プロ所属の芸人でございまして、はい、普段は2人で漫才をさせていただいてるんですけれども、はい、今回は働く皆さんが労働災害の当事者にならずに、うん、日々の仕事をより安全に行っていただけるように、はい、皆さんとクイズ形式で考えてみようという厚生労働省さんの企画にお呼びいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。ちょっと関さん、はい、責任重大ですよね。まあ、厚生労働省さんといえばですね、働く方々の安全ももちろんですけども、はい、その国民の健康とか、まあ、こう福祉とかね、そういうことをうまくやっていこうという、国のめちゃくちゃ重要な機関ですから。そうなんですよ。正直手が重いです。手が重いって言わないでください。だからね、ほら見てください、いろいろ学ぼうということで、はいはい、セット教室なんです。そうなんですよ。いやー、この廊下の傷とか変わってないな。ここで学んでないですよ、別にセットなってるだけで。懐かしい。懐かしい。何した時の傷なんですか、これ。教室で三角レースやって怒られたんですよ。うわ、机に持ったのはまだ残ってる。ピカピカじゃねえか、この机。20、30年前だろう。まあ、ちょっとね、あの時学ぶということで、はい、教室のセットでやりましょう。そういうわけでですね、皆さんと一緒に職場の安全対策について楽しく学んでいきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、それって本当に正しいの？タイムマシーン3号と学ぶ職場安全意識度チェックスタート。はい、というわけで始まりました、タイムマシン3号と学ぶ職場安全意識度チェック。はい、ちょっと夫関さんだけ2人だけだと寂しくないですか。まあそうですね。ね、あとまあこんなことを言うのはあれですけど、うん、多分あと2人来ると思う。そんなこと言うのは何ですか。机が多分あるんです。で、それを言うならば、はい、もう1人来る。来ますね。来ます。はい、というわけで僕と関さんだけだと不安なので、同じ事務所の後輩も呼んでいます。はい、パニーニです。どうぞ。パニーです。お願いします。草賀です。飯島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は職場がテーマということで、コンビニ店員さんのあるあるモノマネを持ってきました。はい、じゃあちょっとやらせていただいてもいいですか。はいはい、はい、パニーニのショートモノマネ。品出し中に後ろにお客さんがいた時のいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうも。ありがとうございます。メニューさんがこういうネタをやるだけのお仕事なので、あのフリーで喋るのでとても緊張します。それが本番ですから。はい。そうですよ。やっぱりパニーニはこうちっちゃい細かいモノマネが得意だから、うん、こういうテーマにあったものもちゃんとあるんですね。そうですね。いくつぐらいあるの、このモノマネの種類。モノマネは600本。今600本で言うと、自信は今のネタどれぐらいだったんですか。今の1万ですよ。全部見せました今。これ以上ありますよ。じゃあ今後呼びたくないんだよ。ちょっと。さて、このメンバーで職場の安全についてこれから学んでいきたいと思いますけれども、はい、我々芸人といえば下積み時代もちろんありますよね。そうね。で、たくさんバイトを掛け持ったりする方もいると思うんですけども、はいはい、皆さんどうでしょうか。働いてた場所で安全対策について経験したこととか、まあ、考えたことございますでしょうか。まあ、僕で言うと、うん、まあ、でもそも一緒なんですけど、うん、20代の頃やっぱりお笑いでは全然食べれなくて、うん、一緒のコンビニで。そう、そう、パニーニじゃないけど、うん、さっきみたいなコンビニやってたんです。さっきのコーナーさん、そうそうそう、めちゃめちゃあの今度混ざりたいなと思った。玉本さんがレジを打って、そう、この商品を俺が袋詰めするっていう、その時の立ち位置のものを漫才してる。そう、すごく混むコンビニ で深夜でやったもんだから、うん、お客さんが切れなくて、でもあまりに混みすぎて、うん、あのお客さんからお金をいただいて本当は全部分けなきゃいけないのに、うん、もう時間がないから全部貯めとくんですよ。10円とか500円とか1円とかいろいろあるでしょ。お客さんがちょっと切れた瞬間にそれを全部こう区分けして入れるんですけど、そうそうそう、あまりに忙しくてもう訳分かんなくなってるから、お客さんが出したお稲荷さんを俺10円玉だと思ってレジに突っ込んだんですよ。お客さんが来ちゃった。
でも本当そのぐらいのどうにもならないんですよ。だからどうしようかなと思ったら、うん、その当時コンビニでその有線ってのがあって、うん、いろんなこうクラシックだったりとか、うん、そうそうそう、まあ、ジャズだったりこう選べるんですけど、音楽でちゃんとあの蛍の光っていうのがあって、うん、それ近々流れてる。お客さん全員帰ってたんだ。24時間コンビニあれすごい。もういやもうね、インゲームホームに組み込まれてるんですよ。なんだって思ってみんな住んでるんだよね。やっぱりね、仕事が忙しいタイミングってのは僕普段の判断ができなくなるから、ね、まあ、安全対策もそうですけど、そういうとこと気をつけないとダメなんですよ。確かにね、うん、まあ、僕あの飲食でバイトしてたんですけど、はいはい、安全対策っていうと、うん、後ろ包丁持った状態で通る、包丁通りますって声をかける対策、うん、あるある、はい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 、忙しくなってきたら、うん、包丁通りますって言って、うん、猛スピードでどんどん後ろに危ないんじゃない今の話してるんで分かるように、ちょっと安全対策に皆さんまだ不安があるでしょ。うまい、そうですね、うん、うん、というわけで、はい、大事なことなんでね、はい、ちゃんとした大人の方をお呼びしましょう。専門家の方にもお越しいただいております、うん、ご登場いただきましょう、どうぞ。よろしくお願いいたします。はい、余裕がすごいねえ、すごい芸人はあのまま喋るじゃん、喋るじゃん、言っちゃうもん、そうでしょ、入る前でこうやるじゃん、やるけどちょっと無理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 、不安ですぐ寝たやっちゃうこのぐらいの無言の余裕が必要なんだよ、すごいな。そう、さあそれではご紹介よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、厚生労働省安全課主要産業安全専門課の三浦です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この声量でいいんですよ皆さん。いや、 やかましいんですよ皆さん。心強いですよでしょ、はい、うん、どうでしょうかこの4人のエピソードを、まあ、聞いてましたけれども、はい、うん、あの私も学生時代にあのアルバイトをしておりまして、はい、そうなんですね、うん、で小売業とかあの飲食店でアルバイトをしていたので、おー、どなたか他の人の後ろ通るときに、あの後ろ通りますと掛け声とかあのかけることになっていたので、はいはい、とても懐かしく感じられました。おー、話ですね今晩どうですか。さあ三浦さん、ご説明お願いします。はい、今回は仕事中いつでも起こり得るような労働災害の事例などを紹介しながら、皆さん安全対策の大切さを伝えできればと思います、うん、職場の安全対策は、経験や勘に頼るのではなく、当たり前と思っていることなどでも、みんなで確認し合うことが重要なんです。まあ芸人さんの来たら突っ込むじゃないですか、うん、はいはい、まあ、一つ一つの行動、正しいことを検証し合って、思いやりを持って声をかけ合うということが大事なんです。ボケたら突っ込む、はいはいはい、そういう行動確認が必要ってことですかね。そうです。まあ確かにボケてこう滑った時に突っ込んでもらったらどうにかなるっていう時もありますけど、うん、二重災害みたいなこともありますさらに滑っても誰も助けてもらえないっていう、そうなるとやっぱ防災意識が高いんで危険なところには近寄れないあ、このボケ危ないなっていうちょっと逃げる可能性があります。あれ傷ついたら一人だなそうなんです。というわけで早速クイズを始めていきたいと思いますが、一応その前にルール説明をしておきたいと思います。皆さんにはそれぞれの問題に回答していただきます。正解発表は三浦さんにお願いして、一番正解に近い回答者を選びます、はい、一番正解に近い回答した方にはポイントを差し上げますので、ポイントをもらえた方は各テーブルに置いてあるこのご安全にシール、はいはい、はい、こちら自分の胸に貼ってください。なるほど、お願いいたします。これなんか自分で貼るんですか。もちろんですよ。あと面白く安全だった場合貼ってくださいよ。じゃあいりませんよこれ正しいな、ね、特大じゃないですか僕のせいで面白いことも言わなきゃいけない、安全なことも言わなきゃいけない、そういう仕事でしょだってそうですけど、危険なとこ近づきたくないんですよまあ感染対策とかありますので、まあ、で胸に貼ってください。はい、わかりました。します。それでは早速第1問目です。ズバリ、働く方々にとって最も多い労働災害における事故の種類は一体何でしょうか。フリップにお書きください、どうぞ。最初の問題らしくドストレートな問題ですね、三浦さん。はい、うん、皆さんアルバイトの経験があるそうなので、はい、そちらを思い出しながら考えてもいいかもしれません。
思いついた方、挙手お願いします。はい、はい。はい。一番多くの飯沼さん。はい。最も多い労働災害における事故の種類、何でしょうか。やっぱり、どの仕事も、ボールペンって使うと思うんですよ。確かにね。あれ、先尖ってるじゃないですか。ちょっと危ないかも。だから、先尖ったまま、うん、胸ポケットに入れようとして、うん、制服にボールペンの線つけた。あれ見るなぁ。ね、ワイシャツとかにスーッとついてる。大体あれで、めちゃくちゃ汚くなっちゃうっていう労働災害。さすがあるあるの王者。素晴らしい回答。素晴らしい回答でございます。はい、じゃあ北方行きましょうか。最も多い労働災害における事故の種類なんでしょう。これ一番最初に事故率が高いと思うんですけども、入った時に、うん、歴が長い高校生バイトにタメ口を作る。我々でも40代ですけども、現役でおじちゃん、まあ、そこ全然違うよって言われる。最悪ですね、あれはね。事故だね。さあ、関さん最後、はい、最も多い労働災害における事故の種類は何でしょう。青年期。青年期。青年期。どういうことでしょうか。青年期による、はい、ガス爆発。取り返せとしてます。なんか前2問に比べて弱いな。ちょっと待ってください。一番先輩ですよね。大爆発。回答が弱いと踏んで嘘つきました。当て字なんですけど、これで静電気って書いて、静電気って書いて、はい、衝突事故。ちょっと無理やりしてませんか、それ。不意、不意に。あ、そうです。不意返りによる。見てください、後半2人の下げすんだ顔。見られないです。今後のこともある。さあ、静電気と書いて、衝突事故。はい。むちゃくちゃ。あとのテロップ処理にお願いします。もう読んでくれ。はい。というわけで正解発表は三浦さんにお願いします。これはちょっと意外かもしれないんですけど、もうシンプルにあの転倒転ぶことなんですよ。おお、なるほどね。そうか。昨年の労働災害の発生件数は約15万件なんですけど、はいはい、その内訳を見ると、転倒が最も多くて 23%、はいはい、次いで、墜落転落が 14%、同率で4つとなっています。重いもったりするからか。昔は、機械に挟まれたり、保護所から墜落したりといった会社の設備に気にするものが多かったんですが、うんうん、産業構造の変化だと思って、今は転んで怪我をする重いものを持って腰痛になるという、働く人の行動に気にする災害が多くなっている、うん、大きな問題となっております、うん、確かに自分は転ぶはずがないとか、自分と関係ないと思っている方が多いです。で、働くことで怪我をして日常生活に支障が出るのは、まあ、おかしいかもしれないですね。で、そこで職場における、転倒や腰痛対策の重要性と、対策の基本について知っていただければと思います。はい、なるほど。意外とシンプルな回答でしたけれども、まあ誰にでも起こりうること、うんうん、ね。確かになんかこう見たことあるんですけど、ご、うん、年配の方の事故でも意外と転倒がこう上位にあったりとか、うん、なんか普通に起こり得るようなことがやっぱり上の方に来るんですね、うん、そうなんですよね、はい、というわけでお三方回答出揃いましたけれども、はい、一番近い回答は三浦さんどなたでしょうか。先ほどの、はい、関さんの、はい、あの衝突事故とかあれはどうでしょう。行動しないでくれよ。読んで死のこと言え。しまったしまったしまった。じゃあじゃあこっちからじゃないんだよ。さあ、ユーヨーさん、ちょっとラミーさんの二人は、はいはい、労働災害ではないんですよ。おお、なんで一番近いのは誰かってなると、まあ、関さんが。ああ、なるほど。転倒という。我々のお笑い祭典だと、小さいです。はい、お笑い祭典の再開ですけれども、まあ、お笑い的にはすごい転んだ。うまい。転倒しました。上手ですね。ここはいいですか、渡して。そうです、分かりました。あとも付け出しも良かったの。関さん、1ポイントゲットー。こちらの方ね。はい。はい、終わってみしてよろしくお願いします。いや、全然2人も良かったですよ。そうですね。もちろん、もちろん、うん。仕事はちゃんとしてました。ありがとうございます。どうですか、転倒。いや、でも転ぶ状況によりますよね。あ、そうだね。首がめちゃくちゃ落ちてたり。確かに。そうね。危ない。そうだね。
っぱ足場が悪いところとかちょっとこう崖なんて、うん、とこあったらいやもう命落としますよ。そういうことも平気で起こりうりますから、うん、坊ちゃんもぜひお気をつけいただきたいと思います、うん、さあ続きまして次の問題に参りましょう。完全にさあ第2問目です。勤務先のバックヤードで物につまずき転倒してしまった。これは職場の整理整頓を怠ったことが原因と考えられますが、こういったことを防ぐために 4S という言葉があり、取り組みを促進することが重要です。この 4S のうち3つ、整理、整頓、清掃ですが、あと1つは一体何でしょうか。こちらフリップにお書きください。どうぞ。ですね。ヒントとかないですか。ああ、欲しい。欲しいです。ああ、そうですか。こちらヒント、メンバーに欠けているもの。メンバー、このメンバーですね。このメンバー、はい、お三方に欠けているものです。ちょっとこのフリップでは足りないぐらい。欠けてる。時間制限時間内欠けなさないっていう。こちらに全て欠けていただきました。お前はい。大丈夫かな。何か、全然もっと引いていただければ。最初の背です。お、大ヒント。 S の中でも背背です。あ、もう分かりました。分かりました。あ、じゃあ早速よしということで北方行きましょう。職場安全のため 4S 整理整頓清掃、あと1個何でしょう。欠けてるものというセンス。確かにそうですね。当たったんじゃないかこれ。確かにちょっとセンスという回答の文字が震えてますから、よっぽど自信がなかったんですよ。ブルブル震えながら書いてるじゃないですか。書きたくないなって思うね。自分のチームを。あ、犬間さん書き終わりましたか。ちょっと常識の枠から飛び出してみても。おー、あなた方に足りないものがそれあるならば 4S ですよね。 4S です、はい。 4S で別に清掃が2個あってもいい。ダメでしょ。なるほど。絶対ダメでしょ。整理整頓清掃清掃ってないでしょ。それで 4S ダメですよ、そんなの。そうしました。じゃあ 3S でいいでしょ。関さん行きましょうか。そう、 4S の背から始まる整理整頓清掃というか何でしょう。我々に足りないもの。そう、生活費だ。節人だな。悲しいな。労働で得るためのものが実は足りない。足りないじゃないかと。奥さんに取られるんじゃないですか。だって大田区の給料払ってるはずですよ。いや、足りないんですよ。あ、そうですか。なるほど。いくら稼いでも足りない。さあ、正解発表です。皆さん正解お願いします。正解は清潔です。清潔でした。なるほど。ということはダメでしょ。判定、判定お願いします。そうですね、ちょっとダメですね。ダメでしたね。ダメでした。静電気がさっき良かった。さあ、一番近かった方はどなたでしょうか。そうですね、はい、まあ、まずは一番海外投資の基本的な取り組みとして 4S 活動というものがありまして、はい、でその、まあ、4S っていうのは整理整頓清掃清潔 で安全で健康な職場作り、まあ、生産性の向上を目指す活動になります、うん、でこれにもう一つはしつけを加えて 5S 活動という場合とか、企業によっては成立を加えて 5S 活動というのがあったりもします。整理は必要なものと不要なものを区別して、うん、不要なものを取り除く。整頓は必要なものを決められた場所に決められた量だと容易に取り出せるようにしておくと。まあ大事ですよね。それから、清掃は、職場を隅々まで清掃して、仕事をやりやすく問題点が分かるようにする。清潔は職場や機械、用具などの汚れや、ゴミをきれいにして清掃した状態を続けること。そして従業員自身も服装なども汚れない状態にしておくことです。これらを徹底することで、従業員の安全と健康を守り、売上や生産性の向上へとつなげることができます。はい、というわけで問題の正解は清潔でございました。なるほどね。わかりましたか。皆さんに欠けてるのはもちろん清潔感ですね。なんでですか。清潔感でございます。どこに汚いって言うんですか。なんですか、失礼な。ねえ、皆さんね、一番足りないですよ、清潔感がね。そんなことはないです。ピッタだって空気清浄機に近づいたら、あのジャックからパワーになったんですもんね。はい、と
三浦さん、一応こう一番近い方を選んでほしいんですけれども、はい、そうですね、はい、どなたかはその整理整頓とかの、うん、もうやはりセンスが求められる。まさかの木坂が選ばれました。ありがとうございます。取りにくいセンスない、シーンのセンスもない。時間かけてやっていいから、あ、よかったよかった、やりました、ありがとうございます。さあ続きまして第3問目です。何もない廊下でバランスを崩し転倒してしまった、うん、こういった不意に起こってしまう転倒を未然に防ぐための対策とは一体何でしょうか。それでは皆さんフリップにお書きください。どうぞ。仕様があるんですか。そうですね、怖いですよね、何もない廊下で。まあよくあることのようですよ。あ、そうなんですか。はい、理由なく、うん、転んでる感じなんで、対策の取りようがあるのかなって思いますけれどもね。さあ、伊藤さん、書き終わりましたか。はい、もう自信満々の顔しますね。これは自信あります。ちょっと唯一シールがないんで、そうですね、ぜひ頑張っていただきたい。シールが死ぬほど欲しいな。シールもください。はい、転倒を未然に防ぐ対策とは、回答お願いします。これ何もないっていうところがポイントだと思うんですよね。なるほど。何もないことはないように、うん、逆にちょっと散らかしてもらってダメですよ。整理整頓がっていうさっきあったじゃないですか。怪我したんだなという。あ、理由を作っておくと。そうです。あ、なるほど。さあ、北川さんいきますか。はい、はい、転倒未然に防ぐための対策と、やっぱ何もないところでこけるっていうのは恥ずかしさもくると思う。確かに。先にポケットに四つ葉のクローバーを仕込んでで、転倒した後にミーって。あ、転んだ瞬間に風船だったという。あったあった。さあ、関さん、はい、転倒未然に防ぐための対策とは。やっぱポイントは未然に防ぐというところです、うん、大事。これもう出しちゃいましょう、うん、辞表出す。未然にやめると。はい、あ、私はこの会社の人間じゃないんだよと。作業開始時間の前にバーンと出しちゃいましょう。そしたらこんなことになりませんか。なりませんか。絶対大丈夫です。大丈夫で意味が分かりませんけれどもね、正解があるでしょうか。三浦さん、お願いします。はい、これは日々の運動やスポーツを通じて、筋力や持久力を維持するということで。なるほど、なるほど。なんだそれということになると思われるかもしれないですけど、はいはい、まあ、近年は特に労働力高齢化に伴って、まあ、職場の何もないところで転ぶというパターンが増えています。それは加齢とともに筋力が低下し転びやすくなっている人が増えていることが原因になります、うん、自覚症状がなくても年を取ると筋力が低下し転びやすくなります。労働災害防止対策として若い時から、運動やスポーツを通じて筋肉量や持久力などを維持することも重要になります。まあ、少しずつでもいいので、ぜひ運動スポーツに取り組んでいきましょう。うん、とはいえ個人だけで運動スポーツに取り組むのは難しいので、職場における健康づくりの一環として取り組んでいただきたいと思います。うん、詳しくは職場における心と体の健康づくりのためのテレビというものに書かれています。はい、というわけで正解でございました。はい、運動不足から来る転倒もあるということですね。はい、そうです。はい、なるほど。まあ、でも働くなんてやっぱ運動する時間はすごく長い。自分はどうしても正解に達したいじゃん。一日中、あ、皆さん一番まあ正解に近い方発表いたします。そうですね、まあこれは、まあ、先ほど追加で関さんからおっしゃいましたけど、うん、まあ、確かに自信を出しておけば、はい、いくらもらってますよ。ちょっと、なんか、ちょっと、いやいや、まだ、発表してからだから。まあ、関さんいいですか、じゃあ。やっと思ったんで。あれあれね。自分勝ち。まあ、ではなくて、うん、まあ、ちょっと、別番のクローバーを、まあ、転ぶ前に見つけておけば、まあ、それの方が。めちゃめちゃハマってる。どうなの。ちょっと待って、運動不足って正解ですよね。それと、吉田のクローバーは、まあ、それ、お祈りみたいな。でも、まあ、探す行為は運動ですもんね。そうですね。やります。今回、北川君、よろしくお願いします。はい、北川君、シールゲット。犬は全然もらえないじゃない。いや、でも逆に散らかすの、ちょっと。あ、運動を待ってるってなるんじゃないの。はい、というわけで、北川さん、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、運動がまあね、普段から大事ということは分かっていても、休みの日とかね、
どうしても億劫になっちゃったりしますからね、はい、なかなか運動する時間作れなかったりしますけれども、ちゃんとね意識してやればいいということですよね、続きましてなんと最終問題です。あら、ゆうのさんまだ0ポイントなのでぜひ頑張っていただきたいと思います。最終問題ちょっといいですか、あのバラエティでよく見る2枚3枚のね、それどうですか。じゃあ3枚。あら、鈴木さんも納得いかないですよね。そうですね、納得いきますか、2人は大丈夫。3ポイントということですけれども、それ三浦さんの3にかけてるわけでしょ。いや、かけてるじゃないですよ。さすがですよ。めっちゃ込み落としてるね。内心ってないですよ、このクイズ。もし次正解したらあげますね。やばというわけで、続きまして最終問題です。皆さん頑張ってください。はい、第4問目です。最後は実演していただく問題です。職場における腰痛対策も安全対策の上で重要視されています。重いものを持ち上げる時の腰痛対策として正しいと思う方法で、皆さんのこちら前にあるケースを持ち上げてください。皆さん目の前にあるのですね、はい、撮影現場とかにある機材ケースですね。見たことあるな。中身きっちり入ってて、まあ、機械なんてもちろん重いんですよ、で持ち上げた瞬間にグキッという、はい、経験ある方もいると思うんですけれども、そうね、はい、中には大事な機材入ってるからそこで手離しちゃダメですよね。じゃそれで飯沼さんから行ってみましょうか。はいはい、いや私はねちょっと不安な時があるんですよ。あ、そうね、そうなんですよ。だからちょっとね、まあ、やってみていいですか。あ、もちろんもちろん、大事な機材ですからね、丁寧に扱ってくださいよ。なんで何回も言うんですか。そんな無理やな、もう一回言ってるわけじゃん、考えすぎなんです。すいません、オータープロなんで。じゃあちょっとやってみますね。はい、お、お、よし、あ、いいね、よし、お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 、テンポで、お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 、いや、バキバキに腰いかれるだろ。いや、ほんとだよ、そんなうろうろしたら。いや、なんかちょっとあの、スッと持ち上げるみたいな。あー、テンポなかったね。時間かけて持ち上げちゃうと、あ、なるほど、ダメージがこう来るのかなと思って。なるほど、スッとやってみたんですけど、腰に持ったことを気づかせないぐらい早く持つ。そうですね、腰を追い越す。では続きまして北山さん。はい、まあ普通に持ったら割と腰いかれるよね。僕ね、本当にぎっくり腰になったこと何回もあるんですよ。こう、着替えでパンツを脱ごうとしたと、そのまま全裸で倒れて。一人暮らしですか。一人暮らしで。危ない、このまま亡くなったらどうしようと。はい、さあその対策としてどうやって持つのがいいでしょうか。はい、なんで腰になるべく負担をかける。おお、なるほど、腰以外にしてあげる。こんな人いるかな。あ、なんだこれ、一回乗せて、機材入ってるよ、機材入って、足で運んでる。そうですよね、器用だな。はい、はい、さあ最後関さんお願いします、はい、いや僕もやっぱ腰をたまにやってしまうんで。ああ、そう、ぎっくり腰もつい何年か前になってましたよね。そうなんですよね、うん、痛めた時にやる方法が一番腰にいいんじゃないかなっていう。だからその痛みがないような、あ、なるほどね、動きをしてます、いつも。今がもうすでにぎっくり腰の状態だったんだ。そうそうそう、だとしたら、はいはい、腰を水平にしたまま動かす。お、はいはい、自分がクレーンゲームだと思って、お、はいはい、このままいきます。で、こう持って、クレーンゲームじゃないか。本当クレーンゲームじゃないか。あー、力弱いですよ、店員さんじゃないですよ。どうしてるか、ちょっと待ってたね、はい、でも、やっぱり、角とか、ちょっと待って、これ意外と、え、ちょっとこっちに思えるわ。何、あの、すみません、うん、でも手伝ってもらって。いや、ずるいよそれ。ちょっと待ってよ、なんで俺にずるい。後輩二人は自分で解決したのに。よく持ったねこれ、めっちゃ重いんだけど。ダメです関さん。関さんはまず回答以前の問題です。じゃあまず先に中身を出してください。一球じゃねえんだよ。戻れ早く。事実上パニー二人の対決になりました。さあ三浦さん、正解を教えてください。お願いします。はい、重量物を持ち上げるときに気をつけていただきたいのは、できるだけ腰に負担をかけない姿勢で行うことになります。具体的には重量物を持ち上げたり押したりする動作をするときには、できるだけ、体を対象物に近づけて、重心を低くするような姿勢を取るということです。
不自然な姿勢だと、腰を痛めやすくなるので、注意が必要です。これについては職場における腰痛予防し対策指針に書かれています。はあ、なるほど。不自然な体勢ならきっちり荷物をそばに引き寄せてから重心を低く持ち上げる。はい、というわけで、まあ、実質パニーニの2つの答えから選んでいただきたいですけど、どちらの持ち上げ方が良かったでしょうか。終始、まあ、あのスターティングからエンディングまで、まあ、フォーミングが良かったのは、うん、あの飯沼さん。おー、というわけで飯沼さん、ご本シールゲット。やったー。これしかも3枚ですから。3枚、はい、もうやった。俺もいいと思ったんだけど。そうね、まあ、もしこう例えば周りに人がいた場合は頼ってもいいってことですかね。あ、そうですね。あの、まあ、それも流し込み違いじゃなくて、まあ、その腰痛対策として、はい、無理をしないと。そうかそうか、まあ、自分にできるかどうかっていうのは、まあ、判断して、うん、で一人で頑張らずに、あ、まあ、誰かに頼んで、まあ、一緒にやるって大切です。ちょっと無理をしてほしくないね。じゃあさっきの僕みたいに一人も絶対無理だから、ちょっと山さんお願いしますっていうのも間違ってはいないってことですね。あ、そうですね。ややこしくなりますよ。もう飯沼優勝で決まりかけてるんですよ今。説得してもらえるで。、はい、まあでも手伝ってってもお願いしたのもなかなか悪くなかったってことですね。さあ今回は全部で4問回答していただきましたけれども、こちらご安全にシール一番多く獲得した方は8人いるわ。やったー、どうもありがとうございます。はい、じゃあ皆さんもう優勝でよろしいですかね。そうですね、はい、はい、一番多いので優勝で、はい、一番多いので優勝です。さあ、というわけで職場の安全対策についてお送りしてきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。関さん、そうですね、なんかやっぱり、うん、怪我の理由としては油断とか慢心だと思うんですよ、うん、だから職場で働く前に今日 なんですか、こう学んだこと30秒ぐらいで全部思い出せるじゃないですか、うん、一回その思い出してから働くとより危険なものが減るんじゃないかな、うん、なんか改めて、あ、そうだったなって思うことが多かったです、うん、本当にありがとうございました。正義でした。爽やかな厚生労働省の皆様に。こいつ次の仕事狙ってるじゃないか。さあ続きまして北川どうぞ。今日は現場に入った時はすごいこう厳格な空気なんだなと思ったんですけど、はいはい、こうやっていざ始まったら楽しくちゃんと学べるんだなと思いまして、うん、あと7時間ぐらいよろしくお願いします。そんなに暇がないですから皆さんも。クイズが楽しかったそうだね、はい、あ、そして優勝しました飯沼さん、どうですか。まあ優勝者として言わせていただきます。それピッチ売れてない芸人としてお願いします。、はい、いや、 やっぱりちょっとこの三村さんにちゃんとこうした方がいいっていういただいて、正しい知識を持てたことが今回考えできてよかったなと思うんですけど、ちょっとやっぱさっきの絶対落とすなよみたいなノリというか、やっぱ太田プロは危険だというか、危険だってできてないよ太田プロ、多いんだから。太田プロもこれ入れてもうよ。そうだね、近くで飲めよ。最後に三浦さんお願いいたします。はい、職場での、転倒や腰痛の対策について、知っていただくいい機会なんだと思います。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。で、お伝えしたいことはまだまだ山のようにあるんですけれども、厚生労働省をはじめ、各企業の皆さんの取り組みにすごく大事になってくるので、行政の民間の垣根を超えた活動を進めている最中でもあるんですけれども、厚生労働省ホームページや SNS、イベントなどを通じて発信していきますので、皆さんもぜひ職場の安全について考える機会を増やしていただければと思います。はい、ありがとうございました。本当に大事なことですからね、うん、はい、皆さんの健康で生き生きした生活に関わるので、皆さん本当によろしくお願いします。お願いします。はい、で、なんとこちら第2弾が、おー、嬉しい。はい、ってことは、ゆくゆくは DVD ボックスになってるんですよ。長友ってます、これ。え、特典映像とかないですからね。プライベートの三浦さんだけ。さあ、というわけで、関さん、はい、正解した人に貼ってもらったシールに書いてある言葉、言ってみてください。はい、はい、それはもう、ご安全にですね。はい、はい。で、最後はいつも様々な職場で働いてらっしゃる皆さんへの感謝と安全第一への思いを込めて、その言葉でお別れしましょう。それでは皆さん、次回もお会いしましょう。せーの、ご安全に。
一番多い労働災害事故の原因は転倒、転ぶことです。転ばぬ先の対策を職場全体で取り組みましょう。転倒対策の基本は 4S、 整理、整頓、清掃、清潔を心がけよう。転倒、腰痛対策には日々の運動が有効。楽しみながら続けられるスポーツを通じて筋力や持久力を維持しましょう。腰痛対策も同じく大事。重い荷物を持ち上げるときは体を荷物にしっかり近づけ、重心を低くする姿勢で行いましょう。